3DMLW は、ワールド、ワイドウェブ上で3次元および2次元の対話型ウェブコンテンツを表す XML ベースのファイルフォーマットである。3DMLW エンジンはオープンソースであり、GPL でライセンスされている。3DMLW を表示するには、3DMLW プラグインをインストールしておく必要があり、レンダリングにはオパングルを使う。 3DMLW プラグインは 3D テクノロジーズ R&D が主要なウェブブラウザ向けに開発。3DMLW は XML1.0 に基づいたテキストファイルフォーマットである。3DMLW では 2D と 3D のコンテンツは分離されているが重ねて表示することもできる。3次元モデルのフォーマットとしては 3ds, abc, an, 8, blend というファイルフォーマットが使える。3dmlw ファイルの拡張子は、3dmlw である。3dmlw ファイルは、html のように相互に、リンクできる。以下に 3dmlw ファイルの例を示す。xml バージョンイコール1.0スタンドアロンイコールのドキュメントコンテントに d エリアウィルスイコール二百、ハイトイコール百、カラーイコール c ー c ー c ー ff、テクスチュアイコールフラワー png、コンテント二 d、コンテント三 did イコールコンテント、カメライコールカム、カメラ id イコールカム、クラスイコールカムローテーション、y イコール十、z イコール四十、ベイイコール十、ボックスネームイコールグラウンド、ウィルスイコール百、ハイトイコールに。 デプスイコール 100, カラーイコールグリーンクラスイコールグラウンドボックスネームイコールダイナミック y イ,イコール 20, ウィ d スイコール 10, ハイトイコール 10, デプスイコール 10, カラー l イコールブルー。コンテント 3D. ドキュメント。3DMLW を表示するためには、Web ブ,ブラウザ用 3D, MLW プラグイン、または 3DMLW 用、スタンドアロンブラウザが必要である。 3DMLW レンダリングエンジンは、デファクトスタンダードのパングルを使用する。3DMLW を開発している 3D テクノロジーズ R&D は、ダークテックスなど、他の 3D レンダリングシステムのサポートを近い将来、行うことを発表しており、将来的には3次元液晶ディスプレイなどにも、対応するとしている。今のところ 3DMLW プラグインを、 利用可能なウェブブラウザは、インターネットエクスプローラー、モジュラファ Firefox、オペラ、Google Chrome である。3DMLW エディタクアンタムホングは、3DMLW 文書の作成と編集ができるプログラムである。今のところベータ版だが、スケルタルアニメーション、パーティクルシステム、ブレンダンファイルサポートなどの機能を試験的にサポートしている。ありがとうございます。